スライダー、スライダー、とは、野球における球種の一つ。人差し指と中指で、ボールに回転をかけることにより、利き腕と反対方向、または下方に変化する。バックスピンとサイドスピン、利き腕と反対方向の間の回転軸を持ち、当主の利き腕と反対方向へ滑るように曲がるものと、ジャイロ回転の成分を有して、縦に落下するものの2種類がある。 両者を区別するために前者を横スライダー、後者を縦スライダー、落ちるスライダー、またはバーティカルスライダー、V スライダーと呼ぶことがある。東方が近いことから両方を投げる投手も多い。カーブやカットボールなど他の球種との区別が曖昧な場合もあり、落合英二は落合英二ブルブルの輪の中で投げた人が、これはスライダーと言ったらそれは、 スライダー扱いになっちゃうと述べ、あまりにも握りや投方のバリエーションが豊富であるため一括りにすることは難しいとしている。落合は山井大輔が投じる球速が遅いスライダーを例として挙げ、一般的にはカーブに当たるが山井本人がこれはスライダーと主張してからはスライダー扱いになったという。逆にクレイグ・キンブレルなど本人が カーブ系と呼ぶ球種がスライダー呼ばれることもある。横に変化するスライダーは、バックスピンの成分が強ければ落下が少なく、横滑りするスライダーに、サイドスピンの成分が強ければ沈みながら大きく、横滑りするスライダーになる。速球と同じような投法と、球筋から比較的速い球速で変化するため打者は、速球と誤認しやすい。横の変化で、ボールからストライクへ。 ストライクからボールへなどという使い方や小さい変でバットの芯から外させたり大きい変化で空振りを狙うなど様々な使い方をされる。日本人選手では伊藤俊人、西口文也、岩瀬人則、前田健太、森福正彦などが代表的な使い手で MLB ではスティーブ・カールトンやホセ・フェルナンデスが有名。スリークオーターや サイドスローの場合はもともと横から出てくる球筋に、さらに横変化が加わるため、大きな角度のある変化球となる。左サイドスローのジェフ・ウィリアムスが投げたスライダーは、数回にわたり空振りした右打者の体に当たった。スライダーの中でもジャイロ回転の成分を有して、縦に落ちるものを刺す。上向きの揚力を持たないため、ホークボールのように落下し、 ジャイロ回転の効果で初速と終速の差が小さい。また、ジャイロ回転の成分が強いものは、回転軸の傾きによっては若干左右へも変化したり、落差が変わったりもする。ボールを挟まないため、フォークボールに比べると、失投率が低く、使い手が増えつつある。日本人選手では、松坂大輔、田中正宏、大塚明則、山岡康介、内達也などが、 代表的な使い手で、MLB では、ジョン・スモルツや、ブラッド・リッチ、クレッグ・ホーランド、マックス・シャーザーが、代表的な使い手として知られる。スライダーの握り方、リリース方法には、様々な種類がある。稲尾和久は、ボールをリリースする瞬間に縫い目にかかった人差し指の先をピッと切るように、王の豊は、握った指をずらすのでなく、手首の向きを変えて、 ボールを切るように、伊藤敏人は、ボールの縫い目に、人差し指と中指を這わせ、チョップするように横回転を加える方法を投げていた。ボブフェラーやダルビッシュ U は、アメリカンフットボールのボールを投げるようにリリースすると解説している。ひねったり抜くようにリリースするカーブと比べ、より速球に近いボールの握りと腕の振りで投げられる。手首と握力が強ければ、 握りを変えるだけでも投げられることから、変化球の中でも習得が容易なものとされる。また、実戦で使えるレベルのカーブを習得できなかった、投手でも、スライダーは習得できることがある。日本での元祖、藤本秀夫や、カミソリシュートで知られる、平松マサージがこのケースである。スライダーの元祖は1903年に、メジャーリーグベースボールデビューしたチーフベンダーの投げていた。 ニッケルチェンジ、またはニッケルカーブであるとされる。しかし、1925年から MLB でプレーしたジョージ・ブレイホルダー、またはセーリング・ファストボールという速い速度で横滑りする、球種がその元祖であるとする遺説もある。1919年に MLB デビューしたジョージ・ウールもセーラーを投げ、さらにこれをスライダーと解明した。 1936年に MLB デビューしたボーブ、フェラーもこの球種を駆使し活躍し、1948年の著書ピッチングツーウィンで、スライダーの名称と投法を広く紹介した。日本では1949年、藤本秀夫が、宇野光つとキャッチボールをしていた時に、初めて意図的にスライダーを投げることに成功し、翌1950年に日本プロ野球発の、 完全試合を達成するなど活躍し、藤本のスライダーは空を飛ぶトンボがスッと曲がるような球と形容され、フェラーの著書からスライダーと呼ばれているのを知ったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。